菅総理大臣の長男と総務省幹部の会食問題で、放送行政が歪められたのではないかという野党の指摘に対して、武田総務大臣は歪められたとは一切考えていないと反論しました。行政が歪められたということの、疑念のがかかっている真っ最中なわけでございますが、この4名の方々、これ総務省の中でお仕事はどうされているんですか。通常の通り業務をされているんでしょうか。通常業務をしているというふうに承知しております。歪んでるかもしれない人が行政やったらダメじゃないですか。放送行政自体が歪められているとは一切考えておりません。で、今その4名については実態調査を徹底的やらせていただいておるわけであります。また野党側が菅総理の長男と面会して調査したかどうかを確認したところ、総務省は長男を含め会食に同席した人からヒアリングを行ったことを明らかにしました。幹部4人以外に会食した職員がいないかどうかについても調査しているということです。総務省は昨日の衆議院予算委員会で、菅総理の長男が接待が禁止されている利害関係者に当たる可能性があることを認めています。